こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はイタリア、ちょっと久々ですけどもイタリアですね。イタリアのですね、サンタマリアノベラ薬局というのをご紹介してみたいと思います。何それみたいなことをふうにですね思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、女性の方だったらっていうふうにこう思われる方も多いと思います。それでは参ります。これはですね、フィレンツェにある、薬局なんですね。で、フィレンツェっていうのはイタリアの真ん中にありまして、この下の方がローマですね、そしてベネチア、ミラノと、4大都市ですね。あとナポリを入れて5大都市なんていうふうに言ったりしますけれども、そのサンタマリアノベラ薬局、これは日本のドラッグストアとか薬局のようにですね、こう薬を仕入れてそれを販売しているという、そういうことではなくてですね、ちゃんとこう自家製の商品を作って売っている、そういう製造メーカーでもあるわけなんですね。でですね、世界最古というところがやっぱりちょっとミソでしてですね、ちょっとだけヒストリーですね、お話しいたしますと、1221年ですね、修道士の人たちがこのフィレンツェにやってきたんですね。そこでですね、修道院を建てて、そしていわゆる布教活動ですね、それをしながら、祈りの生活も送るということところの他にですね、例えば修道院だったらワインを作っていたりとかですね、いろんなこう薬草を栽培したりというのがあるんですけども、ここも薬草を栽培してですね、そこからこう薬を作っていたんですね。調剤みたいなことをしていたわけなんですけれども、それがですね、結構ずっと長く続いておりまして、でその1612年にはですね、薬局としてのビジネスと言いますか、調剤と言いますか、製剤のビジネスそのものがですね、薬局として認可されたんですね。薬局といっても製造メーカーというふうにお考えになっていただいた方が、職人の人が作ってたわけですけれども、いいと思いますね。じゃあその修道院は一体どうなったんだと。薬局ビジネスがその後大きくなっていったら、これはいいんですけれども、じゃあ修道院どうなったのかというとですね、それがですね、後のですね、サンタマリアノベラ教会になっていくんですね。で、フィレンツェでサンタマリアノベラというとですね、それは重要な教会でですね、フィレンツェの中央駅なんかもサンタマリアノベラ駅とかって言いますし、サンタマリアノベラ広場なんていうのもあるぐらいですね、フィレンツェのみならずイタリアでも非常に重要な教会の一つなんですけれども、で薬局の方はですね、その後どんどん大きくなっていくんですね。でその後このトスカーナ地方を治めていたメディチ家、銀行家でもあり政治家であったメディチ家ですね、ルネッサンスの立役者ですけれども、そのメディチ家によってですね、いわゆる王室御用達みたいなこう承認をもらうわけなんですよ。でそこからまたビジネスが大きくなって、世界中にこうどんどん広がっていくんですね。でそれが現在まで続いている、いわゆる日本のドラッグストアに仕入れて売るのではなくて、自分たちで作ったその、薬局といいますかね、商品としては例えばパフュームであったりコスメであったりハーバルのいろんなものであったり、もしくは石鹸であって、そちらの方なんですけれども、そういったものがですね、自分たちで作って売っているという、そういうビジネスが、世界中に広がっていると。でですね、ここがその本店なんですね。この本店というのはですね、このサンタマリアノベラ教会の隣といいますか、ちょっとこうすぐ近くみたいなところなんですけれども、こちらですね、ちょっと写真が暗いんですけれども、ここがその中に入ったところのセールスホールと呼ばれる、普通にこう物を買うところのエリアなんですけれども、建物がですね、とにかく何といっても古いので天井がものすごく高いです。で天井を見上げるとですね、これ一応セールスホールとかセリングホールっていうんですけれども、天井画がですね、ちゃんと書かれているんですね。こういうものもですね、非常にこう重要な文化財なので、定期的なメンテナンスはもちろん欠かせないわけなんですけれども、普通のお店でありながらですね、こういう建物がものすごく古いという、そしてもう重要な文化財であるというところもまた一つのポイントになっているんですね。でこちらがですね、グリーンルームというふうに呼ばれているところで、ここの壁側の方はですね、ちょっとこうロープが張ってあって、そこから中には入れないんですけれども、肖像画とかですね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、陶器がずっとこう陳列してある、展示してあるんですね。でここもですね、普通に入れるお部屋なんですね。でもともと修道院であったということもあるんですけれども、なんとこの本店の中にはですね、これ
チャペル、礼拝堂なんですね。でここにですねドアがあるのをお分かりになると思うんですけども、つまりここから上がですねまたちょっとこう背が高いんですよ。そしてずっとその壁のこの絵といいますかね、それが描かれていて、最後は一番上はもちろん天井画がこう描かれているんですね。まあ、こういったところもぜひ、そのサンタマリアノベラの製品をお買いになるのはもちろんなんですけれども、まあ、初めて行かれるお客様にはこういったところもぜひ、見ていただきたいなというふうにも思います。それからですね、まあ、これ結構有名なんですけれども、これ古代の薬局というですね、まあタイトルのお部屋なんですけれども、まあ、昔はこういうふうにして、まあ実際はですねこのガラス瓶なんかはちょっと今とは違うと思うんですけれども、まあ、そういったこういう形で売っていたと。この壁の上の装飾ですよね、ここがですね、まあ、非常にこう当時を中世のですね、こういわゆるデコラティブな感じをこう出している、まあ、余裕といいますか、メディチ家に愛されてますみたいな、そんな感じになっているんですね。でここにですね、まあ、小規模ですけれども博物館、まあ、博物館ほど大きくはないんですけども、ちょっと展示室みたいなものがあるので、まあ、そういったものもですね、まあ、当時のいろんなこう、まあ、陶磁器が主なんですけれども、まあ、そういったものもありますので、ご興味のある方はご覧になっていただければと思います。博物館の方はガイドツアーになりますので、ガイドさんが必要になりますね。でですね、こちらはですね、まあ、最後こうぐるぐる回られたり、いろんなものをお買いになられたりした後に、まあ、ちょっと一休みということで、これカフェが併設されてるんですね。まあ、やっぱりですねハーブティーがいいですよね。まあこのサンタマリアノベラ局はですね、別にこう大きなガーデンがありまして、そこでまあいろんな薬草をですね栽培しております。もちろんハーブもたくさん栽培しておりますので、その中の、まあ、あのハーブをですね、まあ、使ったハーブティーいろいろありますし、まあ、なんといってもですね、実はこう裏メニューではないんです、裏メニューということでもないんですけれども、自家製のチョコレートもあるんですね。まあ、そういったものもですねちょっとこう召し上がりになってみていただければ。とにかくこのサンタマリアノベラ薬局の、まあ、薬局ってちょっとイメージが違うんですけどね、この本店でお買い物をされて、そしてこうあのハーブティーを召し上がられたというのはですね、ちょっとこうフィレンツェの中でも思い出に残るかなと思います。まあ、製品としてはですね、まあ、あのコスメとかパフュームとか、あの いわゆるその胃薬とか、あのなんていうんですか、頭痛薬とかそういうのではなくて、このコスメ、パフューム、石鹸、ハーブ、そういったものになりますけれども、まあ、あの女性の方はですね、ひょっとしたら、まあ、日本でもたくさん販売されておりますので、ご愛用の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こちら本店でですね、まあ、お買いになるというのも一つプレミアムがあるかもしれないですね。こちらですね、この写真なんですけど、先ほどの古代の薬局を模したお部屋ですね、それのそのここの装飾の上側ですね、これはのシャンデリアはもちろん後からつけたものなんですけれども、このやはりここにも天井画がですね、こう綺麗に描かれているんですね。まあ、こういったこと、こういったそのお店といいますかね、日本ではなかなかお目にかかれるところがないんですけれども、このフィレンツェに行かれましたらですね、とにかくフィレンツェって見るところが多いですね。プッツィ美術館も行きたい、ポンテベッキョも行きたい、まあ、いろいろこう、ね、花の大聖堂も行きたい、まあ、いろんなところがありますよね。でもここにですね、ちょっとこうお土産物を買う、まあ、ここの製品って割とどっちかというと高めです。ですけれども、まあ、ちょっと気になるあの方に、ちょっとこう何かこうお買い物をお土産をお持ちになるときにですね、ここ本店ですからね、ここでお買いになられてみてはいかがでしょうか。そしたらフィレンツェの思い出もですね、ぐっとこういいものになるかもしれませんね。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。